イソマグロは、スズキメ、サバカに分類される魚の一種。インド太平洋の熱帯域に広く分布する、大型肉食魚で、釣りの対象として人気がある。地方名として、イソンボ、タカキン、トカキンなどがある。和名に、マグロとツくが、本種は一種のみで、イソマグロ族ジムノサーダを構成し、マグロと和族が異なる。生魚は、全長1メートルほどだが、 2メートルに達するものもいる。いわゆる、マグロルよりも下顎が厚くがっしりしており、顎には鋭い歯が並ぶ。また、体型も前後に細長い。鱗は、目の後ろ、胸びれから、側線周辺にしかない。また、側線は、体の後半部で波打つ。体色は、背側がくすんだ藍色、腹側が銀白色をしている。金縁の歯ガツオとは背中に、 縦線模様がない点で区別できる。南日本からポリネシア、オーストラリア北岸、航海、アフリカ東岸までインド洋と西太平洋の熱帯域に広く分布する。和名通り外洋に面した沿岸部や当初の周辺に多く、日本でも伊豆、小笠原諸島や南西諸島に多い。数十尾ほどの小さな群れを作り、 岩礁やンゴ礁の斜面周辺を遊泳する。食性は肉食性で、同様の環境を好む室味や高砂などの魚やイカを捕食する。海岸近くに生息する大型魚で引きも激しいため、釣りの対象として人気がある。スクーバダイビングでの観察対象となることもある。一本釣りやハエ縄漁、沖の選ぶ島では追い込み漁で漁獲されるが、死亡が少なく、 さっぱりとした味である。焼き魚や唐揚げなどで食べられるが、大型個体はしがてら中毒の可能性もあり、注意を要する。ありがとうございます。